紹介します。ジョナサンです。 AX1 ジョナサン。今日この2台だけで行きます。本当はね、こうあのカッサンチャンネルミーティングとかですね、大々的に銘打っていろいろやりたいなっていうのもあったんですけど、あのジョナサンは、まあ、あのカッサンチャンネルのオフ社の動画を見て、あ、僕もそういうのやってみたいなっていうのがきっかけで買ってたんですけど、なかなかタイミングが合わなかったんで、ちょっと行きましょうよってことになって、はい。まあ、あとそれともっと粋な言い方をすれば、この CRM50 で来てるので優柔不断さんと3人で行ってるっていう感じですね。優柔不断さんどっかで見てますか？元気な姿になってまた帰ってきてくださいね。ということで今日はそんなメンツで行っております。もっと前の日にちもあったんですけどね、天気悪かったりとかね、いろいろあって、まあ、今日になったんですけどね、まあ午前中だけさらっと行ってバーベキューしてちょっと食べて帰ってこようかなと思ってます。はい、さあ与野くん着きましたよ。今日多いかな。うわめっちゃ多い。うわめっちゃ、多いっすね。フォロワーさんと会いました。はい、チャンネル登録してくれてるんですか？はい、あれなんですか、これ50めっちゃ綺麗ですね。あ、これね、はい、これね、往年のシールですね。これはもういつぐらいに購入されたの？これ、ね、去年の8月にとあるオークションでさせていただいて、うん、現在好調で、はい、ほんまに適当にあの山とか言ったらいけるんですかね、あの山の鉄塔とか。僕が一番最初に行ったとことかはほんまそのとこですけどね、そういうノリで行ったけど、俺が一番最初に行ったとこどこだったかな、どうやって行くんだかな。あかん、あかん。ジュナさんにノンアルもらいました。それじゃあ飲んでみたいと思います。うわ、やっぱり来た。じゃあ乾杯しようか。はい。じゃあ乾杯。お疲れ様です。うまい。ジュナさんはメッシュを炊くらしいです。レスティープミスティ。行きまーす。はい。うお。できてまーす。なんかね、こう水が多いとかじゃなくて、ちょっとジャストな感じ。ふっくら。ふっくら。うな丼にするらしい。斬新。ジョナさんがいただきました。おお、あったかい。おお、まさか今日かば焼き食べると思ってなかった。最大級のリアクションを送りたいと思います。笠原定食。笠原定食。まああの。よくね、キャンプ行ったらなんかすごい美味しくなるとかって言うじゃないですか。ほんまにそんなある思います？同じもんじゃないですかね、どこで食べようが。ご飯からかい。タンクの底は綺麗になったんですけど、ちょっとこれも取らないとっていうことで、ちょっと取ってみてください。すごかったよ、ちょっと見たら。ブボー、これをめっちゃパークリで。で、フランスクケースカバーのギドギドのところ直したいんで、ヘルキャーで頑張ります。うわ、めっちゃ綺麗になる。うわ、素晴らしいですね。うわ、一撃できなかった。すっごっ。すごっ。
近距離行けたんですけど、行けますねこれ。ちょっとアイドリング下げます。このぐらい。ちょっとさまようね。でもまあ今ちょっと濃かったのはチョーク引きっぱなしだったから。はあ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 、なるほどね。悪くないけどな。いいや、いいやん。ブレーキもしっかり効くし、悪くないけどな。僕は全然悪くないけどな。はい、ということで、もうちょっとね、綺麗にするんですけども、バッテリーも入れたんで、ちょっとこれ見てください。今、ジャンプスターターついてないですけど、いきますよ。いいっすね。煙見てくるから、だいぶ。あれ、後ろ見てください。出すぎ。出すぎ。環境破壊も、なんだし。環境にいい感じで。いやー、カーボンニュートラルですよ。ジョナサン手伝ってもらってやってた。なんでこんなに一生懸命やってんねやろみたいな。でも結構カットしたとこもいっぱいあるんですけども、まあ、こうやってちゃんと復活すると嬉しいなというところで、まあ、あとこの欠品してるですね、この蓋とか、あとオイルの蓋はちょっと平松で見つけてきてつけようと思ってます。こういうとことかね。なので欲しい人連絡ください。ガスさんチャンネル。さ あちょっとですね、生配信してまたバイクの作業しようと思ってたんですけど、急遽、ジモティの方でですね、私一番服をまた引きまして、今からですね引き上げいきたいと思います。まあ、今日はもう朝からですね、まあ、お仲間さんと山に行って、でその後そのまま整備やって、でまあ新たなお客さんとまた知り合い、新たな展開があって、本日いっぱいのバイクのヤフオクの終盤、落札をですね、生配信しながらこう楽しもうと思っていた矢先にですね、この借り出されてるということで、まあ、早行って早帰ってくればですね、また生配信でも楽しくできそうなんですけど、ちょっと場所が堺方面で遠いんで、まあ、大体ほんと8時前ぐらいにね、生配信スタートしたかったんですけど、ちょっとそこまでに帰ってこれるんだろうかという。はい、今帰ってます。生配信に間に合いそうもないのですよ。なぜ生配信に間に合わないのかというとですね、今日バイクを引き取りに行った、まあ人ね、まあ、その、まあ、奥さんと旦那さんが出てきたんですけど、その旦那さんが、まじ、息子さんやったかな、ダンス踊ってて、ダンスやってんのみたいな、いや お父さんがやってるんですみたいな話になって、お父さんがやってんねや、そうなんや、ブレイクやってるよ、じゃパニクルー知ってんちゃうってなったら、知ってますいう話になって、もうそっからパニクルートーク。だからもう話に花が咲いて、もう帰れなくなる、帰れないっていうか話が止まらなくなって、思ってる以上に時間かかったってことですね。でも冷蔵庫も一緒に引き上げて
廃棄してほしいってことなんで、まあその冷蔵庫がまあちょっと今大きいですね。本当は明日、じゃあ明後日か、2台あの解体屋さんに買い取ってもらうべくですね、積み込もうと思ってたんですけど、無理ですね。2台は積めないんです。冷蔵庫めちゃくちゃでかいんで、この壊れた冷蔵庫を廃棄するためにですね、運ばないといけないんで、まあでもその代わり、まあバイクをですね、無料でゲットしたってことですね。そのバイクとは、そう、AF54DO です。キャブのホーストディオですね、はい、案外僕的にはいいんちゃうかなって。いやキャブなんだよ、キャブのホーストディオっていうのは結構あの FI じゃない方が、まあ、長く乗れるんじゃないかなみたいなところで言うと、まあキャブ車ディオの、まあ、最高峰だと僕は思ってます。はい、例えば SR でもね、キャブ車の一番最後がええっていう人もおるし、セロを買って今のセロファイナルよりセローのキャブ車ファイナルがいいっていう人もいますからね。そういう意味ではディオ、キャブファイナルと思えば、まあ、僕は見え方が違ってくるんじゃないかなと。でもあの走ってるとこも見たんですけど、全然普通にセルで普通に走れるみたいなんで、これはもういいの引いたなと思ってます。とりあえず帰って生配信しないといけないんで、まあ安全運転しながら帰りたいと思います。
げてない。とにかくバイクの関連動画間違いテレビ測定評価困ったらネジザウルスで回す回す壊す。知らないことはフォロワー助けてくれるはずさ。募集しています。現在募集しているコーナーは3つです。1つ目はカッサンバイクの部屋。カッサンバイクの部屋では自慢の愛車で出演してくれる方、レア車、旧車、随時募集しております。2つ目はカッサンに動画で取材してほしい商品、店舗、イベント、こちらも随時募集しております。お気軽にお問い合わせください。最後にご不要になったバイクがございましたらバイクショップ MDF にお任せください。無料で引き取りさせていただきます。詳しくは番組最後のメールまでお問い合わせください。カッサンチャンネルを皆さんで盛り上げていきましょう。以上アシスタント岡場でした。